1977年の太陽ホエールズでは、1977年の太陽ホエールズにおける動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、2回目のベッドをかおる、監督体制の1年目のシーズンである。在任2年間で、B クラスに終わった、秋山昇前監督の後を受けて、ベッドを監督が、再び就任。この年レギュラー入りの高木雄一をはじめ中塚正幸。 松原誠、ジョン・シッピンが打ちまくったものの、投手陣は、平松正治、マシ茂シ斉藤・昭雄などがローテーションを守った。チームは7月まで5部5部の成績だったが、8月以降は負けが込み始めた。それでも9月時点で5位につけ、再開脱出は目前に思われたが10月に入ると、つまずき、最終的に2年連続の再開に終わったが勝率は、前年から、 やや改善された。打撃陣はこの年急成長の田代富雄やベテラン、松原誠などの活躍で、優勝の巨人の181本に次ぐ、リーグ2位の176本を放ち、重量打線は健在だった。投手陣は、新人の斉藤が負け越しながらも、新人王に輝き、平松、杉山などもそれなりの成績を残したが、 チーム防御率が4.45から4.94まで落ち込んだ。横浜市への本拠地移転話はシーズン前から浮上しており、4月には川崎市側は町内会連合会、全川崎労働組合協議会、PTA 連絡協議会など19団体が合同で太陽球団の横浜誘致に反対する川崎市民連合を設立して移転阻止を働きかけ始めた。 しかし球団は横浜市民から資金集めを始めるなど移転は規定路線となっており、後半戦開幕後の8月2日、対応は来年から横浜市に本拠地を移転すると正式に発表。翌年から本拠地を横浜スタジアムに移転したため、川崎球場を本拠地として使用したのはこの年が最後となった。対戦成績では優勝の巨人に、 相変わらず弱く10勝16敗と負け越したが、2位のヤクルトには12勝12敗2分と検討した。この年、横浜スタジアムの建設工事が始まり、親会社の太陽漁業は、西武鉄道に対して、第三者割当て増資を行うが、球団の経営権上との交渉は、強引には至らずそれに対し西武は、翌年クラウンの買収に動くことになる。ありがとうございます。